はい、皆さん毎度毎度、まあ、カットしながら若い方はね、おおよその長さの検討とかね、まあワンレングス系だったらこのぐらいどのぐらいってんでね、まあ時間がかかっても大体わかるんだけどね、おばちゃんカットのショートだよね。これ細かく聞こうと思ってもね、なんだかわかんない方もいるからね、横の長さ切ってもいいんだか悪いんだかね、まあそういう時はね、前回いつ切ったが目安になるよね。2ヶ月前に切った、3ヶ月前に切ったね。髪の毛の伸び方ってのは大体毎月1センチだからね。3ヶ月前に切ってるっつったら、おおよそ3センチ切ればいいんだよね。あの、南半球とか赤道付近、まあ、緯度が高いね、あの、北極圏、グリーンランドとかアラスカ部分でね、前髪部分でね、これはね、3ヶ月経っても3センチ伸びてない場合があるから、これは注意。まあ、年齢にもよるけどね、髪の毛が細いな、薄いなと思った人はトップの方ね、本当にね、毛先ちょっと1センチも切っときゃ OK、 3ヶ月分で、1センチぐらい切ってとりあえず様子見。なんかこれ何ヶ月経ってこれ以上伸びない感じなんですかね。カットしなくてもこれ以上伸びないのね。分かる。だからこの先ちょっと切っときゃいいのよ、うん、切ったか切んねえか分かんないぐらい切っといてくれればいいの。ほらこれ分かりやすいでしょ。これ何ヶ月経ってもこれ以上伸びないもん、うん、これはね、男性の方がこうなりやすいよね。あとおばちゃんもなるよね。80歳前後になるとね、70歳ぐらいでもこうなっちゃってる方いるかな。だこういう人は本当に毛先ちょっと切ってがいいのね。切りすぎ注意なのよ。切るとなくなっちゃうんだよ、トップ。それでもね、自分なんかやっぱりサイドとかバックサイド、襟足、うん、下の方はね、赤道より下はまあよく伸びるよね。毎月毎月1センチ半、うちのお兄さんにカットするときはね、もうそこだけはたくさん切ってくれって感じ。横だけ、後ろだけ、うん。ほんと切りすぎてもすぐ伸びちゃうからね。ほんでもってトップなんかほんと3本くらいしか切んないよ。ほんとにね。トップ3本か4本切りゃ OK みたいだね。情けないよね。はい、お疲れ様でした。